日本中国地方山陽地方岡山県倉敷市、玉島地域玉島地域は岡山県倉敷市における行政上の地域区分。同市の西南部に位置し、倉敷市役所玉島支所の管内にあたる。旧玉島市に相当し、1967年2月1日、倉敷市、小島市との3市による新設合併で倉敷市の一部となった。 本校では、玉島市についても述べる。玉島大橋から見た、玉島港と旧市街当地の中心部は、江戸時代より物資の集散地として栄えた玉島港の港町で、備中松山藩や岡山藩等の外交としての機能を備えていた。現代になり、新たに、 当地東南部の落島地区に水島港玉島地区が造成され、南の瀬戸内海沖合へと拡大し、貿易港になっている。その周囲は水島工業地帯の一部をなし、事業所、工場が多数立地する。中部は近世に干拓によって造成された平坦な平野で東西方向に山陽新幹線と国道2号玉島バイパスが走っている。また。 山陽自動車道が通る北部の丘陵地は、岡山県内有数の果樹栽培の盛んな地域で、白桃などの桃類、マスカットオブ、アレキサンドリアや、ピオーネなどのブドウ類の産地である。西部の黒崎地区は、水産業、水産加工業、およびハエドリーリボンなどの産業が盛んであり、また、サミ海岸があり、海水浴場が設置されている。その他、 当地全域における古くからの産業として、酒造業、繊維産業、伐漢砂など製造、女中菊栽培などがあり、沿岸部においては、養殖、漁業などがある。旧市街と新倉敷駅前両館和尚が、修行していた、円通寺新倉敷駅新倉敷駅前、中心市街地の商店街は郊外への、人口流出とともに、地盤沈下が著しく進み、 かつてあったバスターミナルはスーパーの駐車場に変わるなど都市機能の流出もその傾向に拍車をかけている。商業集積は中心市街から社会資本整備の進む郊外へ移動傾向にあり、特に区画整理を終えた新倉敷駅前の発展は目覚ましく商業と人口の集積が急速に進んでいる。中心市街地の商店街周辺は 港町で栄えた王子の面影を残しており、倉敷市は町並保存地区に指定し、観光地への脱皮と活性化を試みている。新倉敷駅南口、新倉敷駅北口水玉ブリッジラインの玉島大橋、新倉敷駅発着玉島北部に玉島中継局、南部に玉島南中継局が置かれているが、 地上デジタルテレビ放送は玉島南中継局は2010年4月に、玉島中継局は同年11月に NHK のみが自局され、民放の中継局は設置されていない。このため、対岸香川県の西佐抜中継局や岡山局を受信して民放分を補っている世帯が多い。この際、西佐抜局など香川県内の送信書を受信する場合は、 NHK の県域ニュース等エリア番組が、香川県及び四国地方のものとなるので、玉島地区のいずれかの中継局に合わせたアンテナも合わせて設置して、岡山県及び中国地方の NHK エリア番組を視聴する必要がある。アナログ放送停止前は、玉島中継局、玉島南中継局とも民放の中継局が置かれていたが、玉島南局においては、 山陽放送が、テレビ瀬戸内に至っては両局において、電波を出していないため、受信できないつぼねについては、岡山局もしくは西佐抜局のアナログテレビ放送の、電波を受信して補う必要があった。県外派円通じの両館図をかつての旧玉島港の、港水門ごと島祭りの地とせがく突起なき場合、岡山県歴史人物辞典による、 玉島市と合併した町村は、保井田村を除き、浅口郡のため標中の記載を省略。玉島市に関するカテゴリー、玉島町に関するカテゴリー、玉島村に関するカテゴリー、ありがとうございます。